ジュン君、ポンちゃん、おはようございます。なんか、いい感じになってるね。この足。今日は薄曇りな感じかな。トレーシングペーパー越しの太陽みたいな感じのね。拡散されていて柔らかい日が感じられます。気持ちいいね。本当はがっつり日差しを浴びるっていうのも猫は好きみたいだけど、あ、ちょっと晴れてきた。わかるかな？コントラストが上がったと思います。そうでもなくなってくるのか。ポンちゃん、はい、始まります。ジャン君、今日、クロケンパパはですね、まあまあ忙しい一日になります。午前中、これからあと30分くらいするとですね、Google から電話がかかってきて、Google 広告についてのアイデアを、これね、サポート素晴らしいですね、Google のね、広告を出している人に対して、僕自身が出してるんじゃないですよ。企業の広告を、まあ、管理させてもらってるんですけれども、そちらの方の、まあ面倒くさい中身なんですよ。どんどんね、バージョンアップというかアップデートされていって、機能が増えて、えぐい機能いっぱいついてるんですけれども、それはまあそのうちね、お話しますが、それについてまた新たに勉強をしなきゃいけないんですが、それをサポートしてくれる電話です。ここをこういじってこういうふうにすると、ほら、こんなに、効果が上がりますよっていうのを、実際に、まあ、遠隔というか電話をしながらこちらで操作すると。で、こちらができない時は遠隔をしてくれるという形で、ずっとサポートを受けています。なので、ある程度の Google 広告についての、知識があるんですけれども、これね、がっつり勉強しようと思ったら大変です。深い深い 深いところに入っていかなきゃいけないですね。じゃんけん。じゃんけん。はい。外ばっかり見つめちゃって。ジャン君、はい、ジャン君、ポンちゃん、ウグイス鳴いてるね。ジャン君、こっちで撫でようと思ってるのに。まったく。そっちがいいな。ポンちゃんの方がこっちに来たのね。ジャン君がいるところのがいいんだもんね。ジャン君、ここね。
じゃあちょっと行ってくるよ。行ってくるよ。はい、坂の多い上り下りをいっぱい迷ってやっと着きました。ってことはあそこで曲がっていいんだよな。その後の処理が悪かったのかな。もしくはもっと駅に近いのかもしれんな。だいぶ遠くまで行ったね。行ってみよう。いっぱいいろいろね。奥の方行ったことないんだよね。ほう。今年こそ来たいと思っている、3年越しで、来たいと思っているホタルのところです。ところだってこのくぼんだところにいっぱい見えるんでしょう。この辺に見えたら綺麗だよね。今は変なちっちゃい蚊みたいなやつがいっぱいいます。綺麗。見えないね、カメラに映らないぐらいちっちゃいやつ。より小さい気がするんだけど、なんだろう。綺麗。よくいるやつだよね。ポンちゃん、じゃあもうブラッシング好きになってきたね。いいからね。ありがとうやんね。しかしか。しかしかね。ハッピーもやらんね。ハッピーもやらんね。しかしかね。あっちがハッピーもやらんね。はい、しかだね。はい、しかしか。あっちもやらんね。はい。つやつやポンちゃん出来上がり。そんなポンちゃんを見つめるジャン君です。ジャン君、ジャン君もさっきやったのね、ブラッシングね。お母さんね、君たち、お母さん。